熊谷和也9月10日から1968年8月16日は福岡県大牟田市出身の男子テニス選手。旧漢字表記では熊谷和也と書く。熊谷は日本テニス界の黎明期を築き、清水善蔵と共に日本人テニス選手の世界挑戦への道を開拓した選手の一人である。1918年の全米選手権において日本人 テニス選手として史上初のグランドスラムベスト4に進出した。1920年のアントワープ五輪で男子シングルス、ダブルスともに銀メダルを獲得し、日本スポーツ界に初めてのオリンピックメダルをもたらした。英語文献では一や熊谷と表記されることが多い。柳川市の旧正中学で2週間に入学後、実刑の通う旧正宮崎中学に移った。 宮崎中学時代は野球部の首相を務め陸上の中距離層でも活躍した。その後、慶応義塾大学ぶり在下に進学する。日本に初めてテニスが紹介されたのは1878年であったが当時はテニスボール製造に必要なゴムが輸入困難だったため日本独特の軟球ゴムボールを使用した軟式テニスが編み出される。しかし、これは 通常の公式テニスとは全く異なるものであった。1913年2月19日、熊谷が所属していた慶応義塾定休部が公式テニスへの転向を正式に表明し、熊谷たちは日本で最初に公式テニスに挑戦した。同年12月、熊谷は慶応義塾のチームメイトと共にフィリピンマニラの東洋選手権大会に派遣された。これが 日本人、テニス選手の初めての海外遠征である。この時、熊谷はシングルス準決勝とダブルス決勝に進出したが、単腹とも優勝した全米ランキング2位のビル・ジョンストンから大きな刺激を受けた。1915年、熊谷は上海で行われた極東選手権競技大会に、柏手を聖一郎卒業と共に出場し、 シングルスダブルスの両方で優勝する。翌1916年にマニラで行われた東洋選手権大会には三上八郎と共に出場し、シングルスでウォード・ドーソン、クラレンス・グリフィンを破って優勝したが、ダブルスではドーソングリフィン組に決勝で敗れた。1916年、熊谷は三上と共にアメリカ遠征を実行し、 ジョンストンを破るなどして注目される。1916年全米選手権において、熊谷と三上の二人が日本人、テニス選手として最初の四大大会出場者になった。この遠征について、熊谷は在米3ヶ月間で約60人とシングルスを戦い、土のコートでは1セットも失わなかったが、芝のコートでは勝手が違い4人に負けた。 またサーブが強いのに並行したと語っている。この遠征で、熊谷はいきなり、全米ランキング5位のポジションにつけた。軟式テニスの標準的なグリップである、ウエスタングリップを左利きで駆使した、熊谷のテニスは、世界のトップ選手たちからも注目されるようになった。慶応義塾大学部を卒業後、熊谷は1917年から、三菱合志会社銀行部に勤務するようになり、 ニューヨーク駐在院としてアメリカに拠点を移した。1917年は第一次世界大戦のため全米ランキングは算定されなかったが、1918年の全米選手権で熊谷は日本人のテニス選手として初のベスト4進出を達成する。日本人選手初の準決勝では、チルデンに2から6、2から6、0から6のストレートで完敗した。 1919年に熊谷は全米ランキングでも3位に上がり、第1位ジョンストン、第2位チルデンロに競合に続いた。1920年のアントワープ五輪で熊谷は男子テニスでシングルスダブルスともに銀メダルを獲得し、日本人のスポーツ選手として史上初のオリンピックメダルを獲得した選手になった。男子シングルス決勝では、 ルイス・レイモンドに7から5、4から6、5から7、4から6で敗れ、カシオとペアを組んだダブルスでも、決勝で、イギリスのマックス・ウーズナムオズワルド・ターンブル組に2から6、7から5、5から7、5から7で敗れている。1921年に、日本が初めて男子テニス国別対抗戦、デビスカップに出場した時、熊谷は、カシオ、清水と共に、 日本代表選手に選ばれチャレンジラウンド決勝まで勝ち進んだ。日本はアメリカチームに5戦全敗で敗れ、熊谷はジョンストンにストレートで敗れている。熊谷は同年まで全米ランキングでトップ10位以内を維持したが、年齢的にも30歳となり、また家庭の事情のため1922年に帰国した。その後、熊谷は1923年に、 テニスという著書を東京の改造社から出版した。1951年、日本は第二次世界大戦後のデビスカップに復帰。同年1月21日、日本定休協会は全国理事会を開き、熊谷を監督に決めた。同年、熊丸次郎、中野文章、藤倉五郎の各選手を率いた発演生で、アメリカ・ケンタッキー州。 ルイビルに赴もむいたが、日本代表選手は1回戦で、アメリカチームに全敗した。アメリカのメディアは30人以上前の熊谷の活躍を覚えており、ニューヨークタイムズ氏が熊谷、ニューヨークに帰るという見出しを掲載した。熊谷は、その後、1953年にテニスコーチのウィンメースの著書、テニス技術を翻訳した。百六十八年八月十六日、 鎌倉市にて死去、77歳。熊谷の死から48年後の2016年8月15日に、リオデジャネイロオリンピックで西小利景が、男子シングルスで、スペインのラファエル・ナダルに勝利して、銅メダルを獲得。熊谷以来96年ぶりとなるテニスのメダリストが、誕生した。ありがとうございます。